毎日楽しんでます。アメフト楽しいです。楽しいです。最高。友達行きます。新入生待ってます。新入生お待ちしてます。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お、なんかテンション低いやん。もう春じゃん、今日桜咲いたんだよ。桜咲いたすごい、ね、めっちゃ綺麗になって、はい、さっきちょっと画像撮ったの、あと載せとくわ。うん、なんかさ、新館とかで花見とかあんの？あ、あります。はい、ある、はい、どういうなの？まず新館ってさ、いくらなの、その花見？花見。あ、予算かけてる。あ、じゃあ、行きたいっていう人。あ、無料。え、無料。はい、そんなのあんの？待って。お花見で、じゃマネージャーも来るんでしょ？はい、いっぱい来て。女の子がいる飲み会に無料とかあんのこれ？あ、飲まないんじゃなくて、こう、お菓子食べるって感じか。お菓子食べる。あ、それで無料ってすごくない？なんか、それ、なんか、女子にお金取って。一般参加？一般参加？これさ、一般参加で知らない人入ってきたら、じゃあ5000円とかやったら結構儲かるんだよ。儲かりますね。そういう会じゃないもんね。そういう会じゃない。今日ね、結構ね、俺さっき面白い話聞いちゃって、あれ面白い。何が面白いかっていうと、乃木坂だっけ？乃木坂だって。乃木坂です。乃木坂46。46の、あれでしょ？握手会行ったんでしょ。握手会何回も。何回も行ってんの。なんかさっき話聞いたら握手会行くのに、ね、40万ぐらい使ったの。そう、あの抽選で40万投げて。お、抽選40万で何秒？あ、40万分は当たんなくて、うん、結局当たったのは1万円分かないぐらいで、うん、で結局握手それでできるのが、うん、大体10秒とか15秒とか。おお、マジで。え、それは何？そのじゃあ今まで総額いくら使ったの？総額。あ、じゃあその1回の握手会に大体いくらぐらい使う？あ、1回の握手会だ、握手だけだと、うんうん、そうですね、大体3万とか。あ、3万で握手できる感じなの？あ、いや、3万あれば、うん、まあって感じ。いける。あ、まあ、いけます、ね、それ交通費とか全部込みで。あ、交通費込みにしたらもっと行きます。あ、もっと。もっとどこまで行ったら？え、多分乃木坂じゃなくて、あ、大阪とか。あ、そうか、大阪だったらまあ近いね、はい、そうなんですよ。あ、大阪だったら夜行バスとかで行くの、うん、あ、それ誰のファンなの？笑っちゃってる。まあ、梅澤みなみさんっていう人と斉藤あさこさんっていう。なんかその二股？あ、そう、二股。二股ダメだよね、二股ね。いやー、よくない。どっちかにした方がいいよね、絶対。あ、二股。いや、二人ともちょっと。やべ、俺この話ちょっとアメフトの話より楽しいんだけど。え、だって行ったことないからさ。え、どうやって握手するの？こうやってちょっとここにいたぞって。いらっしゃるんで、うん、こう出だしに行って、うん、こう喋って。何喋ったの？まあ、いつも応援してますとか、うん、大好きです、釣ってくださいとか、うん、大好きですか言っちゃうの？その告白の場なの？いやもう言っちゃいますよ。すごいな。やっぱり愛を伝える場所だと思う。愛を伝える場所、サイン会。じゃあサイン会じゃない、握手会。握手会ですね。あ、そう、向こうの人は知らないでしょ？覚えてくれてるの？あ、覚えてくれてるメンバーも。お、すごいじゃん。はい。え、どういう人来てんの？どういう人？もう結構いろんな年齢層バラバラ。年齢層はもう、あの女性のすごいちっちゃい子もいれば、うん、男性のおっさんもいて。え、部屋とかね、ポスターめっちゃ貼ってあるとか。ポスターは貼ってある。なかなか今ポスター貼るとかないからね。え、握手会とか行ったことある？ない。どういう誰ファンなの？特にない、うん、アーティストだったら星野源。こちらの男。星野源。今こうやってなんか女の子の話しちゃう。男とか言うと、え、お前大丈夫かって、ね、そう、そのね、あ、歌がね、歌がその人が好きとかじゃないんだ。こっちはだってその人は好きなんだ、ね、もしかしたら見てるかもしれない。見てたらなんて言う？はい、見てたら。見てるんだったら、うん、はい、いつも応援してます、大好きです。うわ、大丈夫か、部の大丈夫これマイナスになっちゃう。でもこういう彼がいたらやっぱ面白いじゃん。じゃあ花見行ったらこういう話聞けんの？うわ、俺行きたいわ、その花見。花見だって桜見ながらこんな面白い話聞けんの？これお金取ってもいいレベルだよね。
5000円高いな、いきなり高い、いきなり高いな。あー、なんか面白いな、やっぱ春は面白いね、やっぱね、春シーズンが、はい、うん、じゃあぜひね、またちょっとね、もしよかったらあのこれもらったあのパフレットちょっと載せとこう。 ありがとうございますぜひみんな、名工大入った人はまずは花見行こう。女子がいて無料、こんなん絶対ない、世の中絶対ない、ただ無料ほど怖いものはないよって後で覚えていた方がいい。はい、ただ今日ね、なんかさっき聞きたいことあるっすよ。あー、ちょっと最近ちょっとアングルブロックでやっぱりちょっと悩んでた。じゃあちょっとね、アングルブロックについて簡単じゃない、ショルダー着ないから、はい、じゃあ説明しますんでよろしくお願いします。お願いします。そしたらさ、アングルブロックで何を悩んでるの？アングルブロック、どういうふうに、そっからブロックからの、うん、そういう移行がちょっと、あ、ブロックはするポイントは分かってる。あ、まあある程度は、うん、前教えたことあるよね、はい、相手の例えばこう、うん、こういってこっちにアングルブロックしようとするならば、ペルはなるべく相手のここをめがけるんだよね、はい、そこは分かってるよね、はい、じゃあこの後でしょ。その後です、うん、まずでもこれは絶対大事なのはプレーサイドの足を必ず出す、で狙うヒット位置ここね、でここでこういってみて、なんかこういう風にやっちゃってる人が多々多いんだけど、俺は何が大事かって言ったら、当たったらこっち側のショルを持ち上げる、ここを持ち上げる、そうすると相手ちょっとめくり上がるんだよね。ちょっとね、やってみてください。ちょっとね、ぜひ出てもらって、ちょっとイメージ的にちょっと手でやってみてください。じゃあ彼がやって、次彼が順番でやってみようか。じゃあちょっとこう当たったイメージで、まずステップ踏みます、右足ステップ踏みました、はい、で当たった、で左手を思いっきりかち上げ、そうこの位置でやって相手をも何めくり上げるイメージで、ちょっと彼もやってみようか。右足からしっかりスタートして出して、で左手をグッて持ち上げる、そうこれにより相手がこれをやらないパターン、ちょっと一回やってみて、普通にいったパターンだと相手はここでクロスフェイスでこっちにアングル来てるからこっちに来るでしょ、多分来やすくなってしまうんでね、それを防ぐためにこの左手を今の段階で思いっきり持ち上げる、そうで相手はこのクロスフェイスか、あとあり得ることとするとスピンでね、うん、逆です、そうでも勝ち上げたらスピンしづらくなるでしょ、なんとなくわかる、ちょっと手を普通にやった状態でスピンしてあげて、これとスピンしやすいよね、でタックルされてしまう、じゃ手を持ち上げて、手を持ち上げたらスピンしづらいでしょ、そうこれがねやりたいんですよ、これが。ただこれはねどっちかっていうと、なんだろうな、攻め、センターがいいな、パワーとかでアングルするときはもう思いっきりいっちゃっていいと思う、多分センターがダウンでちょっと距離があるときに使った方がいいかなっていうのがあるんだけど、わかる、なんとなく。あ、わかります。うん、まあでも一応手は伸ばした方がいいよ、絶対。やっぱスピンされてタックルされたら悲しいじゃん、確かに。なんか嫌だよね、なんかせっかくいいとこ入ったのになんだよって思っちゃうじゃん。たった手を伸ばすだけでその2つを止められるんで、そんな感じなんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫です。なんだかあの人の話はつまんない。いや、楽しいです。やっぱ乃木坂の方が楽しい。嬉しそうだな、なんか面白いな、彼面白い。今度なんかゆっくりなんか話したいよね。興味ないけど乃木坂についてちょっといろいろ聞いたら多分面白いよね。はい。え、ちなみに誰かファンいるの？全然いないです。全然いないよね。もう AKB とか全然分かんなくて、誰も顔と名前一致しないです。ああ、もうこんなの、そんなこと言うと炎上しちゃうで、お前無趣味の無欲な男。無欲な男なんだ。あ、そっか。そしたらね、アングルブロックって本当大事だから、ぜひね試してもらいたいね。はい、うん。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。よし。まあ、ちょっと簡単にしか説明しないよ。いいよね。またそれは今度ゆっくり説明するんで。もう俺もさっきから乃木坂の彼の話が面白くて、俺もそれしか興味がないんで今。いや、このね、名古屋まで来てそんな話。来たからありました。いや。ね、いつもじゃあそんな話聞かないの？なかなかないよ、こんな話。だって俺周りにいないもん、ただ握手会行きたい人とか。本当ですか？ちなみにまた聞いちゃっていい？何時間ぐらい待つんだろう？多い人は本当に4時間、5時間。お金払ってたのに4時間、5時間並ぶの？あ、もうそんなファストパスみたいなのないの？ないですね。あ、ないの、はい、プラス1万払ったら1時間短縮になるとかないの？あ、もうないですね。ないの？やっぱそこね、平等。そうです。平等か。はい。なんかどう？なんか最近なんか出来事で面白いことあった？マネージャーさん面白くないの？毎日淡々と過ごしてるの？ほぼ部活です。そうです。春は何やるの？春は
ライベートで。まあそれデートとかだよね。プライベートで。デートはもうなんかね。あ、彼女いないんだよね。いないです。あ、いないです。え、わざと作らないんだよね。あ、そうです。やっぱり作っちゃったら。あ、それはそうだね。ね、プロ意識は。プロ意識。いやー、すごいいいわ。なんか俺もう彼好きだわ。多分俺好きなよ。なんかこういじっちゃうタイプ。ありがとうございます。うん。そしたらね、またね、新人いっぱい入るといいね。はい。だからね、勧誘頑張ってるでしょ。はい。もう勧誘命だよね。もう。もうやっぱこういう推薦ないチームは。でもね、今年やっぱ東海リーグ、俺盛り上がってもらって関西3位とやるんでしょ。はい、そうです。トーナメントで。うん、トーナメントで優勝したチームは。っていうことは、ここで結構勝ったら番狂わせだよ、世の中的の、はい、これ目指してほしいなっていうのがあるんで、ぜひね、頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。